一言、感想をお願いいたします、はい。これからの展望を確信できる話を聞きました。世界との情勢と、共産党とのなんか関わり合いっていうのが、すごい C さんの話でよく分かったそうですね、皆さん笑っていられて、いや、いい雰囲気だったと思います。もうお話がね、面白いしね、あのー、本当に勇気を持って、これからまた頑張っていきたいっていうふうに思います。 当選を頑張ってたたいといと思いました心から7月15日日本共産党は創立86周年を迎えました東京日比谷公会堂で開かれた創立記念講演会ではこの1年間に当選した3人の日本共産党員市長が挨拶さつ志位和夫委員長が 記念講演を行い。C. S. 通信、インターネットでも中継され。大きな反響を呼んでいます。今、小林多喜二の高専。蟹工船。七十九年前の千九百二十九年に。書かれた作品が。 ブームとなっています主要な新聞やテレビが注目する特集を組みその注目は海外にまで及んでいますフランスの新聞の「ル・モンドが」が新たな貧困層がプロレタリア文学に熱中と題する特集記事を掲載しカニコーのおかげで今日の「 不安定雇用の青年たちは自分たちの境遇が歴史に刻まれていることを発見していると結びました作家小林滝二は日本共産党員蟹工選で描いたのは非人間的な働き方にこうして労働者が連帯して立ち上がる姿です滝二をはじめ戦前の党の先輩たちは 命がけで侵略戦争と先制政治に反対その主張は戦後の日本国憲法にしっかりと刻み込まれましたそして瀧路の文学は79年の時を超えて今若者たちを温かく励ましてやまない生命力を発揮しているこれらは正義と道理に立つものは 必ず未来に光が当てられ未来に生きることを示しているのではないでしょうか <拍手 S 1> 私たちの現在がそうした先輩たちの苦闘と開拓の戦いの積み重ねの上に支えられていることをこの記念すべき集いにあたってこの事業に 生涯を捧げたすべての同志たちへの熱い感謝を込めて心に深く刻みたいと思います<手>そして今の私たちの戦いも未来に生きる歴史をつくる戦いとなるよう共に力を尽くす決意を述べたいと思います 今日私がお話ししたいのは、国民の利益、世界の前途がかかった決定的な場面で、日本共産党が勇気を持って掲げた旗が、初めは孤立しているように見えても、歴史を切り開き、どれも未来に生きる力を発揮したということです。 安上がりの労働力として人間を物扱いする派遣労働国民と日本共産党の共同で今潮目の変化が起きています C さんはその象徴的な出来事として2月8日の国会質問で取り上げたキャノンに自ら調査に入ったことを紹介しましたまず改めて強い意気通りを持ったのは 派遣労働者の置かれているあまりに非人間的実態であります派遣会社にマージンをピンハネされているだけではないんです派遣社員は寮に住まわされて寮費電気代水道代テレビ代布団代冷蔵庫代ありとあらゆる費用を引かれ必死に働いても手元には月10万円以下しか残りません 八棟建ての寮には300人が住んでいます。一つの部屋を三つに仕切った三畳ほどのスペースには小窓が一つ。まるで独房です。寮の周りにはまともな商店がないんです。寮の入り口にはコンビニがあるんですが、これは派遣会社が経営しているコンビニなんです。ここの商品がまた高いんですよ。 トイレットペーパーなどが高くて、ここでも絞り上げられてる。生きた人間の生活をですよ、丸ごと絞れるだけ絞って、あとは物のように使い捨てにする。こんな働かせ方は、放置するわけには絶対にいかないということを言いたいと思います。C さんは、キヤノン本社の専務理事に、 偽装請負いなど、数々の違法行為をどう考えているかとただしまし公式の場で反省を口にしたのは、これが初めてであります。やっと謝ったかと思って聞きましたが、謝るなら、違法無権利の状態で働かした労働者に謝ってほしい。 私たちは派遣労働はどうなっているのかと聞きますとキャノン側は製造派遣は年内中に解消すると表明しました派遣解消にまで追い込んだ力に確信を持って機関社員や請負いへの置き換えではなくて正社員への太い道を切り開くために引き続き頑張りたいと決意しております この問題での皆さん、決定的な場面は、1999年の派遣法大改悪でした。この改悪は、それまでの派遣労働を専門業務に限定していたものを、原則自由化すると、180度の大転換をやってのけたものでした。自民、公明、民主、社民など、すべての他の党が、多様な選択肢を確保し、 雇用の安定を図ると、これに賛成する中で、この大改悪に正面から反対を貫いたのは、日本共産党だけでありました。<手>我が党は、職場の仲間と共とに、偽装請負いを告発し、派遣労働の非人間的実態を告発し、その是正を求め続けてきました。それがついに政治を動かし、 巨大企業を動かすところまで来ました。他の野党はもとより政府与党まで派遣法の改正を言わざるを得なくなってきた。ここまで来たからには中途半端な見直しで終わらせるわけにいきません。1999年の大改悪の前に戻す抜本的な派遣法改正を図り人間らしい労働のルールを 打ち立てるために頑張ろうじゃありませんか後期高齢者医療制度への怒りは列島を覆い35都府県の医師会が反対見直しを求めるなど国民的な共同が進んでいます7月には日本医師会が 社会保障費削減に反対する新聞広告を出しましたこの問題での決定的な場面は、2000年の11月に行われた健康保険法改悪の際の付帯決議です、そこには老人保険制度に代わる新たな高齢者医療制度等の創設について早急に検討し、必ず実施する。 老人医療および慢性期医療については、包括定額化を進めるなど、後期高齢者医療制度の原型になる考えが列挙されております、この付帯決議は自民、民主、公明、社民が共同提案として提出し、きっぱりと反対を貫いたのは、日本共産党だけでありました。 ここでも日本共産党が決定的な場面で反対を貫き国民とともに一貫して戦い抜いてきたことがこの問題を国民的な大争点に押し上げ参議院での野党共同での撤廃法案の可決につながりました継続審議とされた法案を衆議院で必ず可決成立させこの期待の悪法を撤廃させるために 力をつくそうではありませんか。3月に党が発表した農業再生プランは反響を呼び、各地のシンポジウムで農協や自治体の方々と温かい共同の輪が広がっています。全国の反響はいろいろろな形で起こっております。 ちょっとここに持ってまいりましたが、山陽日日新聞という地方紙がありますが、再生プランに注目し、なんと5回にわたって、一面トップで連打をしております。第1回目は6月29日付、農業再生プラン、議会が共産党案を丸飲みという見出しです。担当直入に言えば 尾道市議会は公明党を除く全会派が日本共産党の農業再生プランにもろ手を挙げて賛成したということになる。共産党と全く立場を異にしてきた議会保守系が共産党の政策をそれこそがぶのみ、丸のみにしたというこの事実は一体何を物語っているのか。そののことの重要性は 尾道市議会の歴史に残る農業と食料をめぐる決定的な場面は WTO ・農業協定が決めている農産物の輸入自由化ですこれ以降日本の食料自給率は39%にまで落ち込みましたガット・ウルグアイラウンドの合意を受け入れたのは1993年のいわゆる非自民連立政権といわれた 細川内閣 WTO 協定の国会承認を求めたのは自民社会先駆けの連立政権であった村山内閣であります我が党以外の全ての党が共犯になって農業破壊のレールが引かれたこれにきっぱりと反対を貫いたのは日本共産党だけでありましたそういう党だからこそ 農業再生プランを打ち出せましたそして今やその中身は一党一派なものではありません国民的要求になりつつあります日本の農業の再生を目指して壮大な国民的共同をつくるために力を尽くす決意を述べさせていただきます <laughs> NHK の番組にその時歴史が動いたと。 いう番組があります、えー、派遣労働でも高齢者医療でも農業と食料でもやはり歴史が動いたともいえる決定的場面がありましたそのすべてで国民の利益に立った行動を貫き戦いを呼びかけたのは日本共産党だけでしたしかしそれは今では国民多数の声となり国民の戦いと共同して 政治を犯してるじゃありませんか。ここでも、正義と道理に立つ者は、未来に生きるということが示されているではありませんか。<手>財界大企業とアメリカによる国民生活破壊ときっぱりと戦い、ルールなき資本主義を正し、ルールある経済社会を目指す綱領が、どの問題でも、 決定的な場面で、我が党がぶれず、揺るがず、国民の立場を貫く、羅針盤となっているということを強調したいと思うのであります。<music> 1991年、ソ連崩壊という世界史的事件が起こりました。 日本共産党は諸手を挙げて歓迎。ソ連覇権主義と30年にわたって戦い抜いてきた党として歴史の巨悪の崩壊が世界の進歩にプラスになると評価しましたブッシュ米大統領は翌92年1月。 神の恩寵によってアメリカは冷戦に勝利した。今やアメリカは世界の指導者になったと叫びました。それでは皆さん、ソ連崩壊後の17年の世界の動きは、16年前にブッシュ大統領が期待した方向に進んだでしょうか。 世界の動きはアメリカの期待とは全く逆の方向に向かったじゃありませんか。軍事力で世界を制覇する野望が挫折したことは、アフガニスタン戦争から7年、イラク戦争から5年経っても、テロと暴力の悪循環はやまず、問題解決の糸口すら見いだせない、軍隊を引くに引けないという大失敗に陥っていることを見ても、明らかです。 父ブッシュがアメリカに託した期待は息子ブッシュによって粉々に砕かれました不祥の息子だったのかそれとも親の見通しが間違っていたのか両方だと思います16年前アメリカは西側の指導者から世界の指導者になったと胸を張りました しかし、イラク戦争に際しては、西側諸国の中からも、フランス、ドイツ、カナダなどは公然と反対したじゃありませんか。ソ連の崩壊によって、西側諸国も何にでもアメリカの顔を立てる必要がなくなり、自由な声を上げ始めたのであります。いまだに不自由なのは日本ぐらいなものです。<laughs> アメリカは、世界の指導者になり損なっただけじゃありません。 西側の指導者の地位からも、滑りり落ちつつああるではありませんか今、戦争放棄、紛争の平和解決を目指す東南アジア友好協力条約、TAC は、ユーラシア大陸を覆う巨大な流れに発展しつつあります。TAC のの加入国が広が広るのとともに 例えば、インドと中国は、数十年にわたる紛争と対立に終止符を打ちました。インドとパキスタンは、領土問題での深刻な対立を平和的に解決しようという試みに踏み出しました。それから、この地域には、南シナ海の中央に位置する南沙群島の領有権をめぐる紛争問題がありますが、これも、 南シナ海における関係国の行動宣言が署名され平和的解決が関係国の合意となっています TAC が紙の上の合意だけでなくてアジアの平和のために生きて働き始めていることに私は大きな期待を寄せたいと思います南米でも 平和の共同体への巨大な流れが発展し。アメリカ中心の軍事同盟と一線を隠す動きが進んでいます。最近面白いやりとりがありました。ブラジルの。ジョビン国防長官と。アメリカのゲイツ国防長官が。3月に会談をした。その席でですね。南米の安全保障の体制づくりに関して。アメリカのゲイツ。 国防長官が、われわれは何ができるかと尋ねた、それに対して、ブラジルの国防大臣の答えが振るってます、何もしないでくれ、<laughs> これは南米が取り組んでいることだと、かつてですね、米国の裏庭と呼ばれた南米からも、ついに何もしないでくれと突き放され、 途方にくれ頭を抱えているのが今のアメリカの姿なのでありますアジアでもラテンアメリカでも巨大な平和の激流が起こっています共通するのは紛争の平和解決と戦争放棄です人類の社会から紛争を揉め事をなくすことはできないかもしれないしかし人類の英知によって紛争を戦争にしないことはできる この革新が今世界に広がりつつあるんですこの理想を世界で最も先駆的に掲げているのが我が日本国憲法九条じゃありませんかこういう世界の大きな変化の中でアメリカでさえ軍事一本やりから外交戦略をもって世界に望む状況が生まれていますソ連崩壊という 世界史における決定的な場面ですね。に際して、その直後の、1992年初頭における、ブッシュ大統領の立場と、日本共産党の立場と、どちらが未来を見通していたかは、歴史の判定が下ったと言えるのだと思います。世界はここまで変わっているのに、自民党政治は、 この世界の動きが全く視野に入りません。彼らはいまだに世界を決めるのは超大国アメリカだという16年前のブッシュ大統領の宣言のまま思考停止に陥っています。頭の中が凍ったままです。アメリカに指図されるままに海外派兵と憲法改定に熱中している。他方でアメリカが 北朝鮮問題で踏み切った外交解決への大転換は完全に見損ない自分たちが対象だと信じている国とも大きな溝を作ってしまっていますアメリカの最も悪いところだけ追従しアメリカが前向きに変化したときにはついていけない <laughs> 独自の外交戦略は何もないこんな政治に未来がないことはあまりにも明らかではないでしょうか 皆さん、綱領の指し示す道、日米軍事同盟をなくし、米軍基地のない、本当の独立国といえる平和日本への道を共に進もうじゃありませんか。17年前のソ連崩壊の際に、もう一つ、 世界を覆い尽くししたた議論がありましたそれは資本主義万歳社会主義崩壊論であります共産党は時代遅れだ名前を変えようこの大合唱が空前のピークに達したのもこの時だったと今では懐かしく思い出します <laughs> それでも皆さんこの時代は我が党にとって一つの試練の 時代であったと思います私自身は職局省になりたての頃でしたが下りのエスカレーターを駆け上がってる感じで生き <laughs>、えー、せっきって駆け上がってもですねいつまでも上に進まないというような逆風を感じたものでありましたただ我が党の多くの同志たちは党の歴史に確信を持ち未来に 希望を持ち、逆風もまた楽しという心境で、この時代の試練に立派に耐え抜いたと、私は思います。<laughs> ここでも大きな時代の変化を感じます。今では資本主義万歳どころか、資本主義は限界かという議論が、この日本でも始まってるじゃありませんか。C さんはまず、 財界の重鎮経済同友会終身幹事の品川雅治さんと対談した時のことを紹介しました品川さんは実際にそういう経済の裏も見ても知っているそういう方からですねもう資本主義が行き着くところまで来て新しい社会主義という言葉が出てきたのは驚きであり大きな喜びでもありました続いてですねちょっと持ってまいりましたが「週刊朝日」が。 真面目でずいぶん大きいですね、こういうインタビュー特集を掲載しました。今や国際的な投機マネーに引きずられた超資本主義という妖怪が世界を脅かしている、共産主義者の目に今の社会はどう映るのか、ということで私にインタビューしたものなんですが、こういう資本主義を叱るというものが出てきた。 さらに C さんはテレビ朝日系の番組「サンデープロジェクト」の特集「資本主義は限界か」に単独で出演した時の体験も語りましたテレビ局側の注文はマルクスの資本論などから適当に引用してフリップにしてほしいって言うんですね、えー、あの分厚いまた決して優しいとは言えない 資本論から数,数行引き引き抜き出してフリップにするのは難儀な話でしたしたかしちょっとここに持ってまいりましたけどそのフリップですがあのテレビのフリップにマルクスやエンゲルスの言葉が出たのは本邦初めての出来事になったのではないかと思いますこのようにですね資本主義は限界かという問いかけがですね社会の側から 広く提起されるようになりそうなってくるとその答えは他の党に聞いてもしょうがないですから <laughs> 日本共産党に求めてくるとというのは私たちが体験したことのない新しい状況です C さんはこの背景に資本主義の矛盾の世界的な規模での深まりがあるとしまず貧困と飢餓の問題を指摘 全世界で8億6000万を超える人々が食料不足となり、昨年1年だけでも飢餓人口が5000万人も増えたと国連は報告しています。C さんはさらに投機マネーが暴走している問題を取り上げました。世界中で今、原油と穀物が高騰してますね。生活必需品の高騰も起こってます。 その被害を受けているのは誰かといえば、世界の庶民生活であり、発展途上国です。日本でも、漁業協同組合が、このままでは漁に出られないと、一斉給料という抗議行動を行いました。私は、国際的に共同して、投機マネーを規制するとともに、漁業、農業、中小零細企業など、深刻な被害を受けている方々への、 燃油代の直接補填などを直ちに行うこと、強く求めたいと思います。もう一つは、日本の株式市場も、この短期的な利益だけを追い求める、投機マネーによって支配されているということです。そそしてそれが企業に リストラ競争を強制しているということです。この中で、投機マネーによる企業買収と合併が恐ろしい現実を作り出しています。昨年、アメリカのスチールパートナーという投資ファンドが日本のブルドッグソースを買収しようとした事件がありました。スチールによるブルドッグの買収は失敗に終わりましたが、今度はスチールは アテランスの買収に動き買収からの防衛を図っていた社長を退任に追い込むという事態を作り出しています社長さんの悔しそうな顔が忘れられませんアテランス買収の動きももちろん良いかつらを作るためが目的じゃないんですソースでもかつらでも何でもいいんです <laughs> 要するに儲かりさえすればいい こんな横暴なお金をの動きを許していいのかが今問われているということを言わなければなりません。<手>私が強調したいのは、こうした投機マネーの動きで一番の犠牲になっているのは労働者だということです。リストラで労働者の首を切り、派遣労働に置き換え、働く貧困層に突き落とす。 投機マネーはその元凶にもなっているということを厳しく批判しなければなりません。私は各界から今、資本主義の限界という声が上がっている直接の原因は、この怪物のように膨れ上がった投機マネーの暴走をどうにも抑えられない、こんな資本主義に果たして未来はあるのかという危機感があるように強く感じます。 私は人類の生存を土台から叩き壊しつつある投機マネーの暴走をもしも抑えられないなとしたら資本主義に世界経済の管理能力なしと言わなければなりません地球温暖化も資本主義に地球管理能力があるかという問いを突きつけていますイギリス政府が 市場の失敗だと認めたように、産業革命以来の資本主義の活動が、今の危機的な事態を作り出してきました。こうして、貧困と飢餓、投機マネー、地球温暖化などはですね、資本主義は限界かという大きな問いを投げかけています。資本主義がこの問いに、どこまで答えることができるかは、今後の大問題です。 ただ今の時点でも、はっきり言えることがあります。それは、17年前に我が世の春を謳歌した資本主義万歳論には根拠も道理もなかった。この問題で歴史は、日本共産党に軍配を上げたということは言えるんじゃないでしょうか。日本共産党の綱領は、こうした地球的課題にもしっかりした回答を持っています。 日本でまず目指しているのは資本主義の枠内での民主的改革であり国民の暮らしと権利を守るルールある経済社会をつくることです同時に21世紀には資本主義を乗り越えて新しい社会を目指す流れが発展してくることを展望しています社会主義というのは何よりも資本主義批判から生まれたものですですから 世界の資本主義が直面している先ほど述べた矛盾の深さを見るならば前途に様々な曲折や波乱はあったにしても人類がこの苦痛と矛盾に満ちた体制を乗り越え社会主義に進むことは必然だと私は確信を持って言いたいと思います皆さんこの理想と固く結びついた 日本共産党という名前を高く掲げて、共に進もうではありませんか。私が最後に訴えたいのは、今日述べた私たちの高齢の立場に、共鳴してくださった方は、 どうか私たちと共に社会進歩を進める道を選んでいただきたい日本共産党に入党していただきたいということであります <拍手 S 1> 7月18日は戦前戦後の日本共産党の指導者宮本賢治さんが亡くなって1年目の命日となりました戦後 一部の人々が小林武二の文学を一面的に歪め、戦前の日本共産党の戦いを人間性を無視した戦いであるかのように攻撃したことがありました宮本さんはそれに厳しく反論して、真の人間性とは何かについて、次のように述べています。ももちろん共産党員個人としても 生きることに反対な人間はおりません小林も20代であれほどの仕事をした作家であります。お母さんもあった、弟もあった。これに対して彼は非常な愛情を持っていた。自分の仕事に対してもたくさん抱負を持っていた。しかし、全力を挙げて生きるためには、その生きることに対して不当にこれを 妨害する迫害に対して、頭を下げない、下げないということ、この戦い方、これはある意味では最も気高い人間性の発揮であります。戦前の日本で生きることへの不当な迫害とは、弾圧、投獄、拷問など、まさに野蛮な形をとって現れました。武自身も 29歳という若さで拷問によって命を奪われました現代では戦前と同じような暴力的弾圧はできませんしかし生きることへの不当な迫害は存在します若者を使い捨てにする労働お年寄りを奪捨て山に追い立てる差別医療農家の未来を奪う亡国の農政。 社会を覆う貧困の広がり、そうした不当な迫害に頭を下げない、傍観もしない、不屈に戦って新しい日本を目指す、そういう生き方にこそ、現代においても最も価値ある人間的な生き方があると私は信じております。<手>そして、 一人一人の条件は様々でも、そうした生き方で結ばれた人間集団が日本共産党だということを言いたいと思います。新自由主義が横行する中で、国民の中に対立と分断が持ち込まれ、特に若い世代は自己責任論によってがんじがらめにされています。まあそうした社会にあって、 私たちは、まず日本共産党が、そうした分断を乗り越えて、温かい人間的連帯で結ばれた人間集団となれるよう努力しております。そして、相手が国民の中に対立と分断を持ち込むならば、それに対して、社会的連帯で反撃しよう。さらに反撃にとどまらず、社会的連帯で新しい政治を作ろうと。 呼びかけ、国民の中に温かい絆で結ばれた広大な革新と平和の共同の流れをつくる一億を担っているのが、日本共産党であります<手>私自身、大学1年生の時に入党し、今年でで35年になりますが、入ってよかったと、心 <laughs> から思っております。えー 実にいいところですよと <laughs> いうふうに皆さんに言いたいと思います。政治や社会の不正義に立ち向かう不屈の党、温かい人間的連帯で結ばれた党、日本共産党に入党し、たった一度、きりしかない大切な大切なかけがえのない人生を、私たちと共に歩まれることを心から訴えるものであります。 皆さん、日本共産党を強く大きくして、総選挙に必ず勝とうではありませんか。正義と道理に立つ者は未来に生きる、このことに確信を持ち、社会的連帯の力で新しい政治を作ろうじゃありませんか。